リースビュルクは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す町村である。リースビュルクは、ネルトリンガーリース内、ネルトリンゲンの西約 5km に位置している。この町の町域は、ボブフィンゲンによって2つに分かれており、北側にプフラウムロッホとゴルトブルクハウゼン地区、南側にウッツメミンゲン地区がある。自治体としてのリースビュルクには、 かつて独立していた町村、ゴルトブルカハウゼン、プフラウムロフホ、ウッツメミンゲンと、これらに付属する5つの村落、農場、住居群が属している。この町は、北は、キルヒハイム・アムリース、東は、バイエルン州のネルトリンゲン、南は、ネーレスハイム、西は、ボブフィンゲンと境を接している。州統計局の2015年現在のデータによる、 バーデンビュルテンベルク州の地域再編に伴い、1972年4月1日に、ゴルトブルクハウゼンが、プフラウムロッホに合併し、1973年1月1日に、ブッツメ人間がこれに加わった。プフラウムロッホは1973年7月25日に、リースビュルクと改名した。リースビュルクは、近隣のネルトリンガーリースにちなんだ、人為的な名称である。 ビュールクは、うっつめ民間にあるかつての城塞や防衛施設と関連付けられている。ここには、現在も、古い城がある。現在この町の地区となっている地域はいずれも19世紀初めから、ビュルテンベルク領で、オーバーアムトネーレスハイムに属していた。1938年に、アーレン軍に編入され、1973年の、 軍の再編によって新たに創設されたオストアルプ軍となった。アーレント・ネルトリンゲンとの間の連邦道 B29 号線沿いに位置するこの町の行政中心地である。人口約1000人で約350人分の工業系の職場がある。フルーンロックは1246年に初めて文献に記録されているが遅くとも1503年には自ら プフロール地と名乗っている。帝国代表社会議主要決議により1803年にエッティンゲン・バラーシュタイン・ケラはプフラウムロッホに多くの土地を有するキルヒハイム・アムリース修道院の所有を認められた。しかし、売信家に伴ってエッティンゲン家の所領は1806年にバイエルン王国領となり、1810年には領土交換によってビュルテンベルク王国領となった。 オーバーアムトネーレスハイムの記録によれば、1872年、プフラウムロッホには481人の住民がおり、このうち171人が福音主義、125人がユダヤ人であった。ウッツメ人間の空撮写真ウッツメ人間は、シュベイビッシェアルプのふもとにあり、バイエルン州の集落に取り囲まれている。この集落は、 人口約1100人のリースビュルク町最大の地区である。この集落は1972年から終始帝の保養地となっている。ウッツメ民元は852年に初めて文献に記録されている。プフラウムロフホと同様に帝国代表者会議主要決議に基づき1806年に最初はバイエルン王国に属したが4年後の領土交換によって ビュルテンベルク王国領となった。ゴルトブルクハウゼンの街並みゴルトブルクハウゼンは人口約300人のこの街で最も小さな地区である。この集落は1276年に初めて文献に記録されている。この集落は長らく帝国都市ネルトリンゲンに属したが19世紀の初めにビュルテンベルク王国領となった。キリスト教ウッメ民元は ドイツ騎士団のカプフェンブルク騎士修道会管区に属していたために宗教改革の影響を受けずカトリックが強く根付いている。教会組織の中心は聖マルティン教会である。この教会は1742年に先代の教会が老朽化で取り壊さねばならなくなり建て替えられたものである。プフラウムロッホには福音主義教会もローマイコールカトリック教会もある。 ゴルトブルクハウゼンでは、早くも1543年に、宗教改革がなされた。しかしゴルトブルクハウゼンの現在の教会組織である、福音主義聖ミヒャイルス教会は、宗教改革以前から、すでに存在していたことがわかっている。ユダヤ教プフラウムロッホには1487年から、ユダヤ人が住んでいた。シナゴーグは1703年に建設された。 この建物は1802年に消失し、再建は1846年に完了した。しかし所有者はこの建物を1907年に町に寄贈し、1963年以降は町役場に転用されている。1840年に設けられたユダヤ人墓地は現在も存在している。この町はボブフィンゲン行政共同体に加盟している。 20年間町長を務め2011年9月30日に引退したギュンターノイマイスターの公認としてビリバルト・フライハルトが町長に就任した。この町の議会は12議席で構成されている。この町はエルバンゲンに駐屯しているドイツ連邦軍部隊と長い間支援協力関係を結んでいる。毎年開催されるハイライトが協力部隊による客演射撃である。 エブルトの姉妹自治体関係は、1973年、当時は、独立した町村であったうつめ人間との間で、締結された。これによりヨーロッパの関係に貢献したとして、リースビュルクは1993年10月15日に、欧州端を授与された。ゴルトベルクハウゼンには、ゴルトベルク博物館がある。この博物館は、 石器時代のゴルトベルク入植地に関する展示、紹介をしている。この町は、サッカー、テニス、柔術など多彩なスポーツやレジャーを提供している。様々なクラブが活動しており、一部は成功を収めている。この町の経済構造は、どちらかといえば農業が主である。多くの主工業者の他に、多くの工業系企業の模長内にはある。 これらの企業は主に主流のプフラウムロッホにある。連邦道 B29 号線がリースビュルクを通っている。リース鉄道のプフラウムロッホ駅にはレギオナルバーンの列車が停車する。プフラウムロッホとウッツメ民間には基礎家庭学校がそれぞれ1校ある。この他にローマイコールカトリック教会が運営する幼稚園が1園と福音主義教会が運営する幼稚園が1園にある。 ありがとうございます。